家具が都庁でなんかくつろげそうなね空間。はい、みるみるランド、はい、トイファクトリーさんのバーデンです。バーデンとかもうこれハイエースです。シャンパンゴールドで綺麗、ね、色がねおしゃれな色だね。中が印象的な深緑みたいな色なんですね。うん、ね、ウッド調なのですごい合ってると思います。家具がウッド調でなんかくつろげそうなね空間。はい、はい、すぐもうここがねリビングルームとこちらにキッチンがついてます。でここ開けるとじゃん、はい、シンクがね結構お気に入りのシンクがついていて、うん、その上にですね家庭用のエアコンが、はい、ありますね。すごいいいです。でね触り心地がすごいいい。もうこの木の感じがすごい日本って感じがします。日本って感じがする、はい、わかんないか。そこはちょっと冷蔵庫が上にあったタイプですね、うん、冷蔵庫結構深いのがしっかり使えそうな感じで入っています。まあね、ここもそうなんですけどすごいねあの木の素材がいい感じがします。で、まあ、ここに寝るところがセッティングされてるんですけど実はこの下にですね、はい、はい、今こんな感じで電子レンジが見えるのでここら辺をね全体的にキッチンとして使うことができそうです。でねそこもかけるところがあったりですとかちっちゃな窓がついていたりですとかあと外にね張り出しているのでこう横にしっかり寝れる感じですね。でこういうところに入れる場所があります。そしてね1個だけやっぱり収納気になるので開けてみます。はい、こんな感じでねしっかり奥まで入ります。でこれがこちら側にもついてますしでこちら側にも2つついております。でここを多分かけられてお洋服とかねハンガーにかけられるのかなっていうのとあと上にこんな感じで換気できるようについています。でね この右側と左側にあの音が出るのスピーカーがちゃんとついてるので素敵だなっていう感じです。あそこに、ね、テレビもあるから本当になんか使い勝手が良さそうです。トイファクトリーさんのバーデン仮木バージョンです。乗車定員が7名、就寝定員は5名、全長が 5.3 メートル、幅が 1.9 メートル、高さが 2.3 メートルです。別車両がハイウェイス、スーパーロング、ワイドキャンパー特装車ということでガソリンで動きます。お値段が768万円です。上がハイルーフになってるんですよね。後ろの方がね、ハイルーフですね。トイファクトリーと仮木コラボ。コラボしてるんですね。ジャパンメイドの美しさ。あ、だからもう触った感じが全然違います。うん、後ろから見ると、はい、後ろから見るとこんな感じになってます。